どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、ミケたん、こっちで。えー、まあはあ、パナタは後ろでお水飲んでます。はい。えー、なんというかね、微妙な記事です。えー、ぬっぽいを一体な、なんなのかってことでございます。えー、とあるね、食品メーカー、食品メーカーっていうか、調味料メーカーっていうか、なん、なんでしょうね。あの、味、 いいですね。味の素です。はい。味の素。はい。この味の素なんですけど、アメリカのね、えー、とある、遺伝子組み換えのね、はい、えー。製薬会社というかね、まあ、それ関連の会社を買収しました。買収するのかな今から。 はい。まあ、どっちでもあんまり変わらないですね。買収するようです、どうやら。アメリカのね。で、何を作ってるかっていうと、お聞いたことあるかもしれません。プラスミド DNA でございます。プラスミド DNA とね、アデノのね、えー、ウイちゃんのなんちゃらベクターを作っております。 はい。これの生産技術がある会社でございます。ここを買収ということで。聞いたことありますよねこの名称。はい。遺伝子のね、えー、遺伝子の治療の、はい、えー。製薬会社でございます。はい。こちらの方を、味の素が、あ、買収。はい。<laughs> 買収なんですよ。 一体これ何をやろうとしてんでしょうかね味の素もはや、あれですよね。あの、調味料の会社ではございませんよねこれね。どう考えても、このね、遺伝子組み換えの技術を調味料に生かそうという考えではないですよね。どう考えても。 はい。遺伝子治療の会社を買収するんで、調味料に使うってことは考えられません。この技術を。はい。何をやろうとしているんでしょうか多分反対だと思います。はい。えー、何かね、その、いわゆる味の素が持ってる技術を、この遺伝子治療に活かしちゃえないかなみたいなことなんじゃないかなって私考えております。 一体何をやろうとしているんでしょうかこれね、あの、ブルームバーグなんですよ。ブルームバーグ。はい。え、ブルームバーグなんですよね。えー、言ってる意味わかりますよね。なのでね、フェイクではないと思うんですよ。まあ、最近ね、マイクロソフトニュースが、弾かれちゃうんで、 弾かれちゃうんですよ。なんか知らないですけど、マイクロソフトニュースの記事を貼り付けると、ええー、なんか弾かれるんですよね。ええよう、ようつべさんにね。えー、なんで、えー、うんって思いますけど、これ、ブルームバーグなんで大丈夫だとは思います。弾かれることはないと思うんですけど、なんでしょうね。一体、気持ち悪いです。昨日も弾かれました。一つの記事が。 で、2、3日前もマイクロソフトニュースから取った記事が弾かれました。なんか違反してるとかで。おかしいですよね。大手のニュースメディアなのに弾いてます。なんかあるんでしょうかね。よくわかりません。はい。えー、まあ大手のニュースメディアでも弾くんでね。えー、まあこれブルームバーグなんで、で、まあとりあえず商売の記事なんですよ。はい、商売。はい。 でもって、えー、味の素がね、えー、まあ,あ、持っている株をね、あのー、売る、売るということを、これからするみたいで、えー、なんか銀行関連ですね、銀行関連、はい、えー、みずほとか UFJ とかね、三菱とかね、 はい。そこら辺の株ですね。えー、これ、この銀行が所有している味の素の株なのか、それとも味の素が所有しているこの銀行の株なのか、ちょっとよくここら辺はわかんないんですけど、なんか、株を売るみたいですね。えー、まあ、どうなんでしょうかね。これもね。 うーんって感じです。はい。うーんって感じでございます。はい。えー、ちょっとね、やってることが、なんか、ね、まずくないですかって感じですよね。本業からかなり離れてしまってますね。本業から。はい。えー、多分ね、お醤油の会社が、お醤油の会社がですね、例の、 お祭りでですね、おちくわ祭りでかなり儲けたんで、え自分たちもそうしようかなっていうことなのかなとも思えますけど、はい。えー、微妙な感じのニュースですよね、これね。一体何を考えてるんだっていうニュースです。はい。えー、まあ、どちらともね、取れない、取れる、はい。 そういうニュースでございます。気持ち悪いですね。はい。えー、できたらね、本業に邁進していただきたいですけどね。食品に。はい。えー、それとも食品に何かこういった、えー、遺伝子のね、えー、治療の技術を入れるんでしょうかね。よくわかんないです。なんかね、気持ち悪いですよね。この、このニュース。はい。買収です。はい。 ただ単にね、儲けたいっていうことだったらえ、まあそういうこともあるのかなっていうのもあるんです。この組み合わせが気持ち悪いですね。食品会社と、あと製薬会社っていうね、この組み合わせが気持ち悪いですよね。 まあ、言わんとしていることはわかりますよね。皆さんね。勘がいいんでね。はい。まあ、そういうわけでちょっと気持ち悪いです。なので、皆さん、ちょっとコメントにもね、お気をつけくださいね。あのー、書かなくても、全部書かなくても、私、わかりますんで、はい。あのー、適当に、はい。適当にね、えー、こう、濁してください。はい。よろしくお願いいたします、えー。そんなこんなで、こちら、ブルームバーグのニュースなんで、あのー、概要欄に貼れると思うんでね、貼っときます。 よろしくお願いいたします。それではまた。ごきげんよう。沖縄おばばでございました。